一気に歴史を塗り替えた時計会社。僕自身もこれからもまた歴史を塗り替えていければいいなと。スキージャパー小林陵侑様です。お願いいたします。小林様は2022年北京オリンピックでノーマルヒル金メダルを獲得、2023年には独立プロに転向し、今年4月には国際スキー・スノーボード連盟非公式ながら特設ジャンプ台で291メートルの世界新記録を樹立されました。それではお願いします。それでは富山よりトロフィーの授与です。おめでとうございます。はい、ノルケイン特別賞ということで、スイスの歴史ある時計の、僕自身時計好きで、そんな中歴史あるこのスイスの時計メーカーの中ですごく新進気鋭というか、一気に歴史を塗り替えた時計会社、そんな特別賞をいただけたことをすごく光栄に思います。僕自身もこれからもまた歴史を塗り替えていければいいなと思いますので、ぜひこれからも注目していただければと思います。本日ありがとうございます。小林選手、ありがとうございました。ノルケイン特別賞を受賞されました小林陵侑選手でした。